これの決済は、うん、問題ないでしょう。こちらは。ねえねえ、決済って何？決済というのは、と、あなたに説明しても難しいお話になってしまいます。教えてよ。あ、ハンコだ。押しちゃおっと、えい。あ、いけません。その書類は。はあ、もともと決済するつもりの書類でしたか。ハンコを押すのが決済なの？なんだ。だったら私でもできるよ。いっぱい決済してあげる。間違ってはいないのですが、これは困りましたね。トトリ様の先生をあまり邪険にもできませんし、やれやれ、こんな時に姫様は一体どちらへ。ロロナちゃん、どこ？あ、いた。はあ、姫様、きちんとロロナ様を見ていてくださらないと困ります。お城が見てみたいって言うから連れてきてあげたんだけど、急にいなくなるから心配しちゃったよ。ダメだよロロナちゃん、ルーフェスはお仕事中なの。邪魔したらいけません。邪魔してないもん、決済してあげてたんだもん。こうやってヘイ、こっちもヘイ、こっちもヘイ。あ、またおやめください、ロロナ様。ああ、ロロナちゃん、おしまい。決済ごっこはもうおしまいね。ほら、もう帰ろう。つまんない、もっと決済したいよ。ハンコ押すの楽しいんだもん。残った書類を決済するにあたっては、私が実際に現地に赴いて担当者と折衝しなければいけませんので。赴く、折衝？ルーフェス、ルーフェス、今のロロナちゃん8歳なんだから、そんな難しい言葉じゃ通じないよ。おっと、これは失礼。ロロナ様に分かりやすく言い直しますと、いつも姫様がしていらっしゃるように、私がお出かけしてそこにいる人とお話ししないといけないのですよ。だったらロロナやメルルちゃんと一緒にお出かけすればいいんだよ。それはちょっと。メルルちゃん嫌なの？お出かけしたくないの？ロロナ、メルルちゃんも一緒がいいよ。そういうわけじゃないんだけど。なるほど、そうですね。その方が効率的かもしれません。うん、検討する価値はありますね。ルーフェス？本気で言ってるの？もちろん本気です。実のところ、一度は開拓現場の現状を詳細に視察せねばと思っておりまして。私よりも現地の状況に明るい姫様にご一緒していただけるなら、より詳しく状況をつかめます。それとも姫様の方で私がご一緒では何か不都合がおありですか？不都合なんてとんでもない。そんなのあるわけないでしょ。では問題ありませんね。以後しばらくの間、姫様のお供を務めさせていただきます。妙なことになっちゃった。ロロナちゃんを恨んでも仕方ないけど、ルーフェスと一緒にお仕事考えただけでも息が詰まりそう。ねえねえ、一緒にお出かけしたらまた決済してもいいんだよね？